アミスクウイアの復元図。ただし疑問ありアミスクウイアは、古生代の海産無脊椎動物の一つである。バージェス生物群で発見され、この生物群の中では、数少ない遊泳性の動物と考えられる。分類学的な位置については、論議がある。アミスクウイアエイミースキアサジタフォーミスは、体長11から23ミリメートル程度の小型の動物化石である。細長くて、 全体に、腹肺から扁平で、付属子や大切はない。また全体に、柔らかな体で、硬化した部分や、外骨格を持たない。アミスクウヤの化石全体は、先端に頭部が区別できる他に、はっきり区別できる部分はない。先端はやや狭まり、後方へ広くなってからまた狭まり、ここまでが頭部として区別できる。頭部の先端には互いに少し離れた位置に、 一体の触角のような触手らしいものがある。触手は頭部の長さ程度で先端に向かって細まる。関節などはないようである。それ以降の胴体はあまり幅が変わらないまま後端に至り水平に広がった丸っこい三角のヒレらしいもので終わる。実際には胴体半ばにも幅の広い部分があるが、いずれのヒレにも上は入っていない。内部構造についてはあまりわかっていない。 消化管は、頭部の下面中央に口が開き、後端尾ひれの付け根に肛門があって、頭部の口の上で膨らんでいる他は単純で、その間をまっすぐにつないでいるらしい。また、頭部中ほどにある程度まとまった組織が区別され、脳であったと考えられている。アミスクーヤの創造図付属紙や、固着装置がなく、ひれが発達していることから、水中を ある程度以上活発に遊泳する動物であったろうと考えられる。おそらく体を上下方向にくねらせるかしならせるよう、バージェス生物群には海底に生活するものが多く、これはもともとその場が海底であり、そこに泥流が起こって一気にそれらを埋めたためと考えられている。従って、この動物はその泥流に紛れて埋められた数少ない遊泳性の動物の一つと考えられる。 常日のように、バージェス血眼から発見され、それ以外に記録がないので、個性大カンブリアキだけで発見されていることになる。この動物の大まかな特徴を挙げると、細長い体に、先端に、区別できる頭部があることからだが、腹肺に変平で、胴体半ば左右と微単にそれぞれ水平に広がる、ヒレがあることである。原生の動物で、これに当てはまるものは二つある。一つは、 ヤムシ類である。この動物の学名の種称名も、ヤムシサギッタの形に似ているの意味である。もう一つは、ヒモムシ類で、普通のヒモムシは、ひも状で、底性の不活発な動物であるが、泳ぎひもむし類という遊泳性のものがあり、ほぼこれに近い姿である。したがって、化石生物を原生の生物に当てはめて考えるという観点から、 この動物もこのどちらかに近いものという判断を下されたこともあった。最初にこの種を記載したチャールズ・ウォルコットは盲学動物に属するものと判断した。しかし、このどちらでもない、との説もある。ブリックスらはこの立場から一家のように論じている。従ってこのどちらとも縁の遠いものと判断した。外見的な共通点は、 むしろ遊泳生活への適応という点での修練進化の結果と考える。この図ではヒレに筋が描かれているが、化石ではヒレ状は確認されていない。ありがとうございます。